スタジアムを埋めたサポーターたちが大きな声援を送っています。この時間はヴィッセル神戸対アルナスル、こちらの一戦をお楽しみいただきます。コンディションですが、こちら現地は晴れております。今日のナイトゲーム、このゲームの解説はおなじみ元日本代表ミッドフィルダー北澤豪さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。この素晴らしいスタジアムは徐々に熱気を増してきています。神戸はこの試合 4-3-3 というシステムで臨んでいます。どうご覧になります？そうですね、両ウィングが注目になりますよね、はい、ワイドに開くことによって中央から相手ディフェンダーを引っ張り出しますし、そこにクロスを入れていくか、あるいは両ウィングはスピードがあるので、やはり切れ込んでいくということも一つの狙いですよね、まあ、あとは何といってもボランチが重要になってくるんですよね。オフです。ヴィッセル神戸対アルナスル、エキシビションマッチです。さあ北澤さん、この試合注目すべき選手はいらっしゃいますか？これいいでしょ。シュート、先制、ヴィッセル。立ち上がりから早速ゲームが動きます。来ましたね、立ち上がりから。まさにタイミングでの勝利ですね。北澤さん、ギリギリの距離です。見事でしたね。そうですね、本当に際どいところを狙ってのスルーパス、オフサイドかなというところへのボールっていうのはね、やっぱり決定的なシーンにつながりますよね。もうここしかないというコースをきっちり決めてきます。コースを狙って振り抜いていった感じですよね。気持ちで打ち込んでいったシュートに見えましたね、これは。神戸早くも1点先制と幸先いいですね。いや、リードしたってことも大きいですけども、やはりそれ以上に時間帯がいいですよね、ゲーム立ち上がりから自分たちのサッカーがしやすくなるということですよね、はい、主導権を握る意味では大きなゴールになりますよね。撫でるようなボールタッチ、ブロゾビッチサイドのスペースへ走らせると、これはつながりません。ここで受けて、キーパーから前線へ、ルイス・グスタボからこのフィードパス、クリア。このピンチをなんとか出します。中上げる、もうこれいいでしょ。クロス、これはどうだ。これシュート、きた、追いついた。またすぐ同点です。北澤さん、これは、いや、これはまたすぐに追いついちゃいましたよね。今日は動きのあるゲームになってますよね。前川がこう弾いたボールを正確に押し込みました。いや、キーパーがハンドルした後の勝利をあらかじめイメージしてきましたよね。落ち着いて流し込んだ、いいゴールでしたよね。よく取り返しましたね。このままいけば流れ変わりますね、はい、これで今日のゲーム面白くなってきました。アルナスル、ここで追いつきました。得点した後って一番こう注意力落ちる時なんですけどね、そこをついてよく決めましたね、はい、武藤ドリブルで仕掛ける、打った、オスピーナ、いや、ファインセーブです。いや、いい反応ですよね。ファインセーブですよね、これは。この難しいボールによく触りました、オスピーナ。さあどうする、チャンスを演出できるか、斉藤。お、いい形ですよ。絶好の位置、シュート、しのぐ。いや、北澤さん、これナイスセーブでしたね。いや、あの位置からのシュートですからね、ファインセーブですね。好セーブを見せました、オスピーナ。
コーナーキックのチャンスになります。ボールが上がる、どうだ、あわやというシーンでしたが、ここはしのぎます。ですからボールがこぼれる、いい形ですよ。抜けてくる、抜けるか、中に合わせてくるか、一旦前を取る、中央へクリアです。ふわっと裏を狙う、ルイス・グスタボから右サイド、ルイス・グスタボからのスルーパスをカットしました。さあ裏を狙っていきましたが、これは合いません。大きく前線へ、ここで受けて山口から大迫、大迫から左へ抜けてくる、神戸、これはスローイン、激しいボールの奪い合いです。うん、取らないですね。スルーパスを狙う、このボールはつながりません。酒井から長いボール縦へ、スルーパス、どうだ、大迫に渡る、どうだ、フリーだ、シュート、なんとか今のシーンしのぎましたね。そうですね、今のカウンターを食らいましたけども、前半終了です。非常に動きのあるハーフとなりました。見応えのある好ゲームです。1対1の同点で前半終わりました。振り返ってどうでしょう、今の段階でいうと同点、その中でどういった形で前半を話し合い後半に挑めるかでしたね。ヴィッセル神戸対アルナスル、前半戦って1対1、同点で折り返しています。後半キックオフ、神戸としては今足りないのはゴール前でいかに冷静さを保てるかということじゃないでしょうかね。なるほど、アンデルソン・タリスカ、いいプレッシャー、裏のスペースを狙う、山口、もうこれいいでしょう、シュート、勝ち越し、いや素晴らしい。後半開始早々いきなりの1点、ただいまの得点、中盤で奪ってからの攻撃、どうご覧になりますか。いや、チーム全体で非常にうまく攻めれましたよね。奪ってからフィニッシュまでの流れ、どこになるような見事なカウンターアタックですよね。武藤、今日2点目です。今のシュート前のワンタッチ、あれで勝負あったという感じでしたよね。まあボールをもらう前に事前にきっちりとイメージを固めてたんですよね。なので必然的にボールコントロールもシュートもうまくいったというところじゃないでしょうかね。さあ神戸、待望の1点をもぎ取っています。ルイス・グスタボ、ロングフィードで狙う、クリスティアーノ・ロナウド、ここは通しません。ハッセ、ボールを下げてリズムを作るか、キーパーからのロングフィード、裏を狙う、仕掛けるか、これはどうだ、シュート、来た、抜けた、ヴィッセル大きな追加点。今のボールシーン、中盤で奪ってからの攻撃いかがでしょうか。いや、チーム全体で非常にうまく攻めれましたよね。奪ってからフィニッシュまでの流れ、そこになるような見事なカウンターアタックですよね。もう今のコース打たれたらキーパーはしょうがないでしょうね。コースを狙って振り抜いていった感じですよね。気持ちで打ち込んでいったシュートに見えましたね、これは。
両チーム同じタイミングで動いてきます。さあ神戸これで2点差リードを広げます。いやこう立て続けですと勢い感じますよね。カット、これいいでしょ、これはどうだ、いけるか、シュート、ゲット、いや1点差まで追い詰めます。クリスティアーノ・ロナウド最後キーパーとの対決見事決めましたね。いや決めて当たり前なシーンこそプレッシャーは重くのしかかってきますからね。特にこういった1対1のシーンでは瞬時にキーパーの動きを見てコースを決める冷静さが必要ですからね。まあそういったものを背負いつつも確実に決めてくるあたりが素晴らしいですよね。さあ再び選手の交代です。神戸ギルキ今日は得点を取りチームに貢献しました。さあアルナスルあと1点というところ、本田ロングボールを入れてきます。裏へのスルーパス、ここは対応します。アルナスル最終ラインまでボールを下げる、素早いパスで攻め上がっていきます。裏へのスルーパス、いいボールだ、このボールはアンデルソン・タリスカ、どうだ、ここでファールがありました。これはイエローを食らってしまいます。大きく前線へ激しいボールの奪い合い、プレスからボールがこぼれる、スルーパスを出す前川、危ないシーンでしたがここはクリアの対応。アルバロ球陣から縦へのボール裏へ届くか、これいいでしょ、クリーで受ける、クリスタルロシノブ、今の形すごく良かったですよね。これを繰り返せばいいと思いますね。とにかく前へ前へですよね。荻原、アルナスルとしては先ほどからディフェンスラインの裏のスペースを相手との距離を置いたマークの仕方でケアしますよね。そうですね。しかし北澤さん、そうなると相手選手は足元でボールを受けやすくなってしまうようにも思えるんですが、これどうなんでしょうか。そうですね、おっしゃる通り裏のスペースをケアしている分どうしてもボールホルダーへのチェックが普段に遅れてしまいますよね、うん、またディフェンダーとしては第一のマッチアップは少なくともトレーニングしてますから対応できるはずですよね。逆に裏に出されてキーパーと1対1になってしまう方が失点に下がる可能性が高いですよね。確かに追いかけるというような状況に持ち込まれると厳しいですよね。そうですね。もうこれはどうだ、クリスチャーノ・ロナウドに渡る、いや一連の流れスルーパスを受けてからのシュートでした。いや今ね長いパスが通ってチャンスかなと思ったんですけどもね、決定的とも言えるチャンスのシーンがありました。コーナーキックです。ハット、ここは対応します。さあ来たか、自分で行く、収まった、フリーだ、ミドル、まあ、もともとミドルが得意なプレーですからもう隙があれば打ってきますよね。大きく前線へ長いボールを送ります。カウンターを仕掛けていきます。いけるか、クリスティアーノ・ロナウド、いやクリアです。さあどうする、丁寧に足元を使う、神戸としてはこのまま終わりたいですよね。そうですね、もう時間が過ぎるのを待つだけですね。きた、ミドル、触れた、触れたい、ま、ある危ない、ここはクロス、どうだこのシュート、いやーシノブ自身上を口に加えて今試合終了です。
3対2神戸なんとか1点差で勝ちました。さあ終わりました。いや派手なゲーム展開でしたね。1点取られたら2点取り返してやろうっていうようなサッカーをお互いがやり続けてましたから、またこういう試合を見たいですね。はい、ありがとうございます。素晴らしい試合でした。さあ放送時間の方がそろそろ少なくなってきました。解説は北澤剛さんでお送りいたしました。北澤さん、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。